う寝ちゃったかしら。よかった、まだ起きてたわね。せっかくのお泊まり会なのに寝ちゃったらもったいないわよね。ママったらとびっきり可愛いパジャマを用意しておくわねって張り切っちゃって、ちょっとぬいぐるみみたいで恥ずかしいの。もっと普通のパジャマでもよかったのに。まあいいわ、あなたがさっきからずっとニコニコしてるし悪くないかも。最初に見た時はおっきなヒョウのぬいぐるみかと思ってびっくりしたんだけど、触り心地はぬいぐるみと同じね。ほら触ってみて、ふわふわしてて撫でるととっても気持ちいいのあんまり撫でるとくすぐったいわよ。ママが張り切って用意してくれたから結構しっかりしてるのよ。ほら耳までちゃんとついてるの。あちょっと眠くなってきちゃった。まだ起きてるつもりだけどゴロって転がってお話ししない？ふわふわしていて気持ちいい。とってもあったかいから、もし寒かったらもっと近くに来てもいいのよ。あ、ほら私はぬいぐるみじゃないってば。まあその気持ちもわからなくはないわね。あ、いいものがあるわ。ほら今日のぬいぐるみ、これで私とお揃いみたいでしょ。一緒に眠ったらサバンナの夢を見ちゃいそうね。みんなと一緒だと大変なことも乗り越えて楽しそう。お待たせ、バレエの練習が長引いちゃったの。結構待ったでしょ、ごめんね。こんな時間だけど遊べそう？よかった。じゃあパーティーの予行練習をしたいんだけどいい？今度の日曜日にパーティーがあるのよ。パパとママのお友達がたくさん来て、うちでごちそうを食べたりおしゃべりしたりするの。それでお客様の案内を頼まれてて、で別に失敗したらどうしようとか思ってなんかないわよ。私が失敗するわけないじゃない。ただ練習しておいた方がお客様に失礼がないかなって思って。じゃああなたがお客様役ね。私が可愛いドレスを着てお迎えに出るところからやるわね。うんうん、早速始めるわよ。こんにちは、ようこそ。私が会場まで案内してあげる。ついてきて、こっちよ、こっち。迷子にならないように手つないであげる。うち結構広いから、ねえせっかくだからおやつ食べていかない？ご飯の前だしあなたと半分こしたらいいかなって。じゃあ決まりね、おやつを食べながらでいいんだけど、ピアノの練習もしたいから付き合ってくれない？そうよ、これも予行練習なんだから。